はい、カズドローンチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。本来ですね、仕様に載ってない設定ができるというのをちょっとネットで見たので試してみたいと思います。コツは、その仕様を出すにはですね、ここのダイヤルの、ジョグダイヤルみたいなこれですね。これを押します。押すと、このカメラのセッティングのとこが、青になりますね。これはマニュアル操作になってますので、カメラに乗せて、これはマニュアルモードでやってます。で、一回押すと、今今度 ISO が行きましたね。ISO 感度、ちょっと真っ白系になると思うんですが、本来ですと、この12800までの仕様と書いてるんですが、このダイヤルを回すと25600まで上がります。ちょっと真っ白系ですが、ちょっと戻しますね。で、今度、もう一回、この、ボタンを、ポチッと押すと、今度、シュータースピードですね、これ。いきます。はい、これも本来ですと、8秒までなんですけれども、なんと30秒まで伸びるということですね。はい、F 値は残念ながら、11までで、それ以上いるかっていうと、明るいところだとですね、ちょっと欲しいかもしれないですけど、そんな感じの、ちょっとした裏技といいますか、ぜひ試してみてください。